静まり返ったモンタナ州はボーズマン空港にやってきました。本日の便はボーズマン、モンタナ州ボーズマンから深夜便でニューヨーク JFK まで戻ります。ボーズマンはイエローストーン国立公園の玄関口となっている空港でございます。ちなみにボーズマン空港からの深夜便はJFK 空港行きのみになるので、空港はかなり静まり返ってます。もう JFK 行き以外は到着便も出発便も本日は全て終了いたしました。なのでご覧いただけるようにかなり静まり返ってるんですけれども、昼間はこの空港めちゃめちゃ混んでて、イエローストーン行く人だったりとか、まあモンタナ州の他の場所に行く人とかでごった返してます。ボーズマンという街自体そんなに大きくないんですけれども、やっぱりイエローストーンがあるからか、ここら辺の空港だったりっていうのはかなり発展してますね。ちなみに本日の予定ですが、まずはボーズマン空港から深夜発の本当に0時、まあ、11時59分発なんですけども、深夜発の便で JFK 空港に向かいます。 JFK 空港に到着が午前6時になります。ボーズマンとモンタナ州ですねのニューヨークは2時間の時差がありますので、4時間のフライトプラス2時間で深夜に出発すると午前6時に到着する、まあ、深夜便になるんですね。でそこから2時間 JFK 空港で乗り継ぎがありまして、 JFK からは、ボストンまで30分ぐらいの短いフライトでボストンに帰還いたします。なのでちょっとハードな、フライトになるんですけれども、ボストンの到着がおそらくね9時半ぐらい、朝の9時半ぐらいなので、6時に JFK 着いて2時間乗り継ぎがあって8時の便で出発と。でスケジュール上は9時半到着になってるんですけれども、実際はフライト時間30分ぐらいで、それ以外はタクシングの時間とか、遅延の時間も含めてスケジュールでは9時半になってるので、まあうまくいけば8時45分ぐらいにはボストン着くかなというふうに思ってます。1点訂正で、到着便はまだ全部到着してないようでして、デンバー、ミネアポリス、ニューヨーク、シアトル、ロサンゼルスからの便がまだまだ到着する予定ですが、出発を見ると最後に出発したのがですね、シアトル行きで7時50分のフライトで、今9時15分なんですけれども、シアトル行きが7時台に出て、その後は夜の11時59分までニューヨーク行きのみがあると。で次のフライトは午前6時のソルトレイクシティ行きっていう感じなので、かなりレアですね。ちなみに機材は737ですね、737のダッシュ800デルタ航空のフライトで、多分これニューヨークから到着したばかりのフライトだと思うんだよね。ニューヨークからの到着が9時50分なのでまだ到着してないですね。今ちょうど着陸体制に入っているのがこのデルタの私たちが乗る飛行機になります。ズームアウトするとモンタナ州の場所がなんとなくわかるかなというふうに思います。こんな感じですね。なのでかなりアメリカの中でも西寄りにはなるんですけれども、一応時間的にはマウンテンタイムというカリフォルニアからも1時間早い、ニューヨークからは2時間遅れたタイムゾーンになります。あちらの下がチェックインカウンターになっていて、この右がゲートになってるんですけれども、先ほども申し上げたように JFK 空港行き以外飛行機もう飛んでないので、JFK 空港行きが3時間後とかなんですよね。ちょっと早めに空港着いちゃって、まあって言ってももう夜遅いんで他に行くとこなかったから早めに空港着いたんですけど、そうなるとねゲート開いてないんですよ。なのでセキュリティもまだ通れなくて、セキュリティの外で待たされるっていう若干残念な構造ですね。ただこうやってね便がずっと飛ばない場合って結構セキュリティゲートしばらく閉めたりすることってよくあるので、あんまり驚いてはいないんですけれども、残念ながら今はまだ入れないです。シャッターが閉まってるところです。はい、セキュリティを通りましてゲートに到着いたしました。1便しか、3時間間を置いて1便しか飛んでいない割にはかなり活気のあるターミナルになっていて、お土産のお店とかも開いてます。なのでかなり必要なものは揃うって感じです。結構人もいるみたいで、便は結構満席っぽい感じです。すごいやっぱり綺麗な空港なので快適ですね、過ごすには。はい、これからじゃあ搭乗ゲートに向かいます。本日の飛行機はあちらの飛行機になります。あ、じゃない、左側かな、737だから右側じゃないね、あれはエアバス321だね。っていうことはこれ両方ともエアバスじゃないかい。あれもエアバスだよね。でもあれどの飛行機なんだろう
から見えないのかな。両方ともエアバスに見えるんだけど、あー違うところにあるのかな。もしかしたら右側にあるかもしれないです。ここからは見えないのかも。はい、JFK 空港のターミナル4に到着いたしまして、2時間ぐらいのトランスファーがあったんですけれども、ターミナル4の一番端っこの小さいターミナルに来ました。小さいサテライトですね。でここからボストン行きのフライト今もう搭乗しているので乗りたいと思います。こちらの機材は CRJ-900 の小型機になります。エグジットシートですが、かなり狭い機内です。すごい壁が近い。ただ足元は広いですね、エグジットローなので。
folks on the flight deck. We are number 5 right now for the runway. Flight attendants, please prepare the cabin for departure. して水平飛行に入ってから約10分で着陸態勢に入るという驚異のスピードのフライトなんですけれども、引き続きちょっと機内をお見せいたしますが、かなり汚れが目立ちます。すんげー汚れてる。ちょっとね、若干残念な気はします。っていうのも古い機材なのはしょうがないんですけれども、汚れがすごい目立つのは本当に清掃が行き届ってない証拠だなと思うので、そこはデルタ航空残念です。まあ、他のデルタ機材大体今までいい経験しかしてきてないので、初めてデルタの中でもあまり、まあ、いいとは言えない機材に乗ったっていう感じですね今回。Pleasure to welcome you to Boston with local time at approximately 9:37. Please remain seated with your seatbelt securely fastened and your carry-on items properly stowed until the aircraft is parked at the gate and the captain has turned off the seatbelt sign. That will